おはようございます。釣り子 TV です。ルアーが一つね届きました。デプスのウェブメンバーで結構前に注文していたものなんですけども、このタイミングでね届いたので早速開封していきたいと思います。パッケージはねいつものこんな感じ、シンプルなね真っ白なパッケージで、じゃあちょっと開けていきたいと思います。よいしょ。おー、じゃじゃーん、バサロスイマーね。こういう感じのパッケージもかっこいいですね、バサロスイマー。はい、ギル型の小さめのビッグベイトっていう感じですかね。これねアクション動画とかいろいろ出ていて、今か今かなとねいうふうに待っていたんですけども、あ、かっこいいですね、デプスって、ね、入ってますけど届きました。で価格がですね4200円ですね、一つで。ウェブメンバーに入っているとそのタイミングでね買いますかなんていうアナウンスが来て、それでね、買うことができる、ね、ウェブメンバーになっていれば、でちゃんとその募集期間に、応募すればしっかりとね買うことができる、ね、なかなか人気ルアーってねもう出たばっかりの時ってお店とかだと買いづらいっていうことがありますけども、そういう心配がないのがねウェブメンバーすごいいいなと思いますが、こんなね感じのね、これね結構新しい感じのルアーなんです。じゃあちょっとね開けてみますね。はい、あ、こういう感じなんだな。ちょっと待って、針をまずこんな感じで、はい、こんな感じ。まあね、普通ねここに針ついてますよね。そうではなくて、このバサロスイマーはねこのなんていうの、側面みたいなところ、こっちにねこう針がついてるっていうことは、糸をここに結んでこういう感じで泳ぐんですね。こういう感じ、こうじゃなくてこうですね。これは釣れちゃうでしょうっていうね、なんだろう、ブルーギルとかね、この船が瀕死の状態でもうなんだ潜りたいけど潜れない、ふわーバクっていうね、こういうことがね狙えちゃうんじゃないかなっていうことでね、あえてその裏技として自分も今までこのなんだろうギル型のやつのお腹側のねフックにわざと糸をかけてこう側面でね泳ぐようにとかして、それで瀕死の状態をイミテートして食わせるなんていうのはよくやっていたんですけども、それがもう最初からこういうセッティングだから狙えちゃうね。でアクション動画で見てるとこう基本的にはちょっとこう潜っていくような、潜っていくようなバサロアクションで入っていくような動き で止めるとふわーっていうね、そういう感じに見えたので、ちょっとこういうところで使いたいなっていうのがいくつかね、思い浮かびます。まあ基本的には亀山ダムとかね、三島豊草とかのブルーギルとかがよくね泳いでいるのが見えるね、ブッシュカバー、そのそばに投げて、でこの瀕死アクションをふわーんって出せば、そのギル食いのね巨大バスが食ってくれるんじゃないかなっていうね、そういうところでまず投げてみたいなね。あとは、海でもちょっと使ってみたいなね。いよいよ今まだ走りの段階ですけど、この白パターンのシーズンがね本格化、してきます。今年はねギラギラ攻撃とかね、あとヒュージペンシルとかデプスのルアーでも、この白の時期に使いたいななんていうルアーがいくつもあるんですけども、そういうタイミングでもねこのねバサロスイマーね、シーバスに突き上げられてなんか気絶状態になって水面でプカーンって、浮いているこの城、まあこの城っていうよりこの感じだと小肌ぐらいのサイズになるのかなと思うんですけども、まだね走りの段階でそのこの城もねまだ小さい小肌とかがねいっぱい一緒に群営しているっていう、そういう今タイミングなので、ちょっともう20センチ近いでかいルアーだとなかなか反応しないななんていうタイミングで
このサイズ感だったらどうよね、そういう感じで入れてみたいなっていうね、そんな感じで、まあ、ブラックバスとあとはね海の、まあ、ビッグベイトちょい小さめ、ね、そういうのが効くシーズンにね、ぜひもんで投入してみたいななんていうふうに思います。でちょっと細かく見ていくと顔周りがこんな感じですね。しっかりとね、まあ、もちろん目がこう左右についていて、で、あ、いて針がね、もう最初からこれ嘘加工の針かな、なんかね、ちょっと触ってるだけでね、ビンビンに刺さる強力な針が最初からセットされております。ちょっと海で使う場合とかはもう少しね、フックサイズ上げてみようかななんていうね、ちょっと、もう少し太軸で、でちょっとシャンク長めの針の方がこういう平坦なボディだから合わせやすいのかなね。スプリットリング追加なんかしても面白いかなと思います。で通常だとこうスプリットリングはまず一つね、ついていてこう針が接続されておりますが、ここをちょっとフッキング良くするためもしかしたらスプリットリングね増設、チューニングなんか効くんじゃないかなね。でまあ、通常使いであればこの針のサイズで全然ね問題ないかと思いますけども、海だと、まあ、例えばもう80、90喜んでみたいなね時期に突入するので、そういうところに向けては少しね、なんかフック変えてみようかななんていうのもね、今頭の中で考えております。で、あ、これこう見るとそのここがちょっと小さいリップみたいになってるんですね。カップ状でこう下にこうなんだろう、しゃくれてるというかね、しゃくれ顔な感じなので、これが多分水を受けてズイ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 ってバサロアクションしながら入ってくれる肝なのかな。ただ既存であるデプスルアーに針横につけたよっていう感じではないようですね。まあ、この三連結なところもねさることながら、こう顔周りもちょっとこだわりの設計になっているのかなね。まあ何にしてもね、こういうね試験的な感じのルアーが、まずちょっと買ってみますかってねウェブメンバーの方から出てくれるっていうのはね本当嬉しいですよね。でこれで例えば人気に火がついたら、なんだろう、バサロースイマーのちょっと大きなサイズねとかがもしかしたら市販品とかで出てくるかもしれませんし、まあそんなところもねちょっと楽しみなんですけども、まずはねこのサイズからスタートっていうことなので、まあデプスのことだからね、これの大きいバージョンなんてのもねぜひね期待したいですね。まあ何にしてもねちょっとねいろいろ投げてみて、バサロアクションどんな感じかななんていうのもね、お伝えしていければと思いますのでご期待ください。まずはねとりあえず開封してみたよということで、はい、本日の釣り子 TV はですね、こちら、デプスのウェーブメンバー限定のバサロスイマー、これが届いたので開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。